ード達成、やったね。クエスト達成、やったね。はい、何です？お、いいじゃないの。体重はバッチリだね。嬉しいか？よしよし。気合い十分だね。嬉しいか？よしよし。体重はバッチリだね。嬉しいか？よしよし。いい仕上がりだね。いい感じだね。楽しみだね。二番人気だけど。ただいまより投票受付を開始します。歴史あるロンドンの街を駆け抜けて栄冠をつかむのはドローンまでやりましょうか。ゲートが開いた。
なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。9番シーザースターズが先頭に立ちました。10番ノットナウゲイト、シャドウゲイト、2番手を伺おうというところ。それから4番ワイワード、 G1 を勝ってさらに貫禄を増した6番カタノアメリカン、そして6番手に5番バラヌール、シリウスデゼングル、ちょっと離れて8番フェイスフルサンであります。2番デビッドジュニア、それからフマッコベスト、マカンコウサッポーはこの辺り、そしてしんがりから3番ユニタリーアタックという展開です。もう一度前から整理しましょう。先頭を行くのは12番シャドウゲイト、2馬身リード、前での競馬ワイワードとシャルネ騎手、そしてその後ろからノットナウゲイト、内から1頭シーザースターズ、カタノアメリカン、世界の舞台で実力を証明するか。それからバラヌール、そしてその後ろから7番シリウスデゼングル、それから離されましてフェイスフルサン、デビッドジュニア、1番クマッコベスト、ピンクの帽子にご注目ください。これが一番人気のマカンコウサッポーであります。金の根に包まれて真夜中の直線勝負が繰り広げられます。カタノアメリカンは2番手、このまま抜け出すか、一気に抜けたカタノアメリカン、突き放すか、マカンコウサッポー、いい足で上がってきている。マカンコウサッポーが2番手、先頭岡部とカタノアメリカン、一気にマカンコウサッポー先頭、1着マカンコウサッポー。よく頑張った、偉いぞ。1着11番、2着6番、3着1番以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。はい、何です？